皆さんこんにちは。旧宣教師館のマダムです。軽井沢に来るといつもやらせていただくこのお店、ネパール雑貨とチャイの店スルジェさんに来ています。ね、今日は、軽井沢もですね、昼間、28度ということでかなり暖かい、暑い、そしてですね、こちら本物のチャイです。アイスチャイを頼んでみましたので、早速いただいてみたいと思います。大きな氷が入ってます。うん、おいしい。やっぱりこのね、本物のチャイね、香りとね、風味が違いますね。おいしいです。うん、おいしい。ちょっとね、今日は甘めにしていただきました。疲れも取れるかなと思います。もう一杯飲ませてください。うん、おいしい。こちらが店主の愛ちゃんとのりこさんです。ナマステー。ただいま帰ってきました。帰りなさい。ありがとうございます。さあ、今年もね、たくさんのネパールの雑貨に囲まれてますけれど、今年の一押しは何でしょうか。今年は愛ちゃんがネパールに2年半ぶりに行けたので仕入れてきたチャイの茶葉です。おー、これで本格的なチャイの味が出るってことなんですね。スルジェのチャイ屋で出しているチャイはこの茶葉で作ってるんですけれども、はい、1種類じゃなくて3種類茶葉をブレンドして、さらにネパールのチャイスパイスをここにもミックスしているので、使うときはよく振って使っていただければスルジェと同じチャイが楽しめます。おー、すごいですね。お家でチャイって書いてありますけれど、これでスルジェの味が静岡に帰っても楽しめるということで、なんと素晴らしいねえ。愛ちゃんが今年はね、ネパールに帰って、そして仕入れてきたというね、一押しのチャイでございます。それで気になったんだよ、昨日かなり気になっていたという。ぜひですね、これを静岡の皆さんにも、味わっていただきたいと思います。ぜひぜひうちに遊びに来てくださいね。はい、そしてこちらにあるのはアイジャン。これは何でしょうか。ネパールの調味料というよりは薬味で、お料理に足すよりもできたお料理にプラスして好みの味にして楽しむ。辛そうな感じですね。なんかこの炎が燃えてますけど、めちゃ辛、めちゃ辛なんだけど、辛いだけじゃなくて風味があって、ファンがとても多い。そうですね。ちょっと山椒の香りが、はい、ヒマラヤ山椒とヒマラヤ唐辛子とニンニクとヒマラヤの高地で採れた菜の花から作った油で、そしてヒマラヤ岩塩でそれを炒め和えてるので、僕が大好きです。そうですね。非常に辛いもの好きの方にはぴったりの、ね、これでうちは餃子を食べますけれど、もう本当に美味しいです。それからキノコをね、ちょっと炒めてパッとかけて、それもね、最高にワインが飲めちゃいます。はい、スルジェさんといえばこのイラムティー、私も大ファンなんですけれども、イラムティーってどういうものですか。ネパールの一番東にある地域の名前なんですけれども、その高地で採れるお茶、イラム地方で採れるお茶の総称です。隣がインドのダージリンで、もともとお茶のいいお茶が取れる場所としてヨーロッパには、ね、広く知られています。イラムっていう名前もヨーロッパではかなり有名なんですが、日本にはなかなか入ってくることがないの で、ね、お茶の専門店に行ってもイラムティーって言って出てくるところがまだ少ないくらい希少なお茶なんです ね。貴族のお茶って書いてありますけど、ダージリンティーがイギリスやドイツ そのお茶の文化が盛んなところにどんどん輸出されていた頃に、その奥地で少量の
貴重なお茶としてイラムティーが輸出されていて、そのイラムティーを手に入れることができるのはほんの一部 の上流階級の方しか手に入らなかったので、貴族だけが飲めるお茶っていうので、ヨーロッパでは貴族のお茶っていうニックネームがついたそうです。本当にね、これお茶、ね、入れると黄金の、ね、色なんですよね。金色の綺麗な、ね、はい、お水の色に出ます。そして香りも、そうですね、豊かな香りでね、爽やかな、そうですね、渋みも少なくてとても飲みやすい、実は静岡でも密かにですねファンが増えていて、私たくさんお土産をですね頼まれましたね。皆さん楽しみにしててくださいね。こちらには素敵なブレスレット、アクセサリーがありますね。これもネパールのものですか？そうですね、まあチベットとかネパールとか、うん、まあ、石はいろんな国に混ざってるんですけど、でも一応大体ネパールで作ったり、あとは私がオリジナルで作り合わせてます。デザイン、アイちゃんのデザインですか？そうなんです。素敵、天然の石なんですね。そうですね、メノとかトルコ石とか、そういうの。すごい、なかなかこんな立派な石をね、こんなにたくさん見ることないですね。ちょっとユニークが、そう、マニアックですけど、結構全国から、うん、ファンがね、ファンが、そうですね、すごい素敵。こちらはまた可愛らしい、ね、アクセサリーですね。全部これもお店で1点ずつ制作している。お店オリジナルの、はい、純子さんが、はい、デザインで、ね、作ってらっしゃる、可愛らしいですね。ピアスとかリン、イヤリンですね、それからこれも本当なんか金運開運パワーとか書いてありますけど、すごい、タイガーアイって言われる石をつないでます。 ねすごい、一つずつ本当にタイガーアイ、あー、なかなかこんなにねたくさん見ることないですよね。かわいいですね。上の方がそうだよ、細かいね、本当に手先のねお仕事ですね。実は今回愛ちゃんに身につけていただいている静岡の名産品があります。それは水鳥の下駄、皆さん分かります？宣言通りにありますよね、エンジョイさんの下駄を持ってまいりました。そして愛ちゃんに身につけていただいております、このコーディネートいかがでしょうか？ずずずと足の方へ行っていただきますと見て、どう愛ちゃん履いた具合は？すごいです。いい？本当にこれはすごい、もう言葉に出られないぐらい気持ちいい、履き心地もいいし、本当に来年ね、そう、スルジでも軽井沢でも、ね、軽井沢の皆さんにぜひですねご紹介したいこの下駄ですね。なかなかこのまたね素敵なシャツが合いますね。スルジェのオリジナルシャツ、素敵。そう、オーダー待ちのね、スルジェのオリジナルのシャツ、本当にねこれ涼しそうで、またこの襟がねすごい素敵ですよね。モデル愛ちゃんに着ていただいております。とても涼しい、ね、シャツ、これとぜひ水鳥の下駄で来年はですねこの軽井沢を割烹していただきたいと思います。男性はもちろんなんですけれども、女性にもですねこの、水鳥の下駄は履いていただきたいと思います。もちろん私はジーパンとかですね、これスパッツに合わせてますけれど、こういったですね素敵なパンツね、のりこさんのファッション、素敵なこういったナチュラルな雰囲気の、ファッションにもぴったり、合います。ジーンズにも合います。結構ねだからお店に並んでいるねこうなんていうんですかね、素材ナチュラル素材の、お洋服にぴったりじゃないかなと思うんですけどね。すごい似合うでしょ私たち。どう？ちょっと下じゃなくて上も上も取って上も。はい、今日はお気に入りのお店軽井沢スルジェさんにお邪魔して、ご紹介をさせていただきました。静岡にもですね、美味しいイラムティーを持って
帰りたいと思いますので、皆さんぜひ遊びに来てくださいね。それではまた。